今回はジージが新規購入した 4K カメラの練習映像です。はじめに暗視撮影機能を使って地域猫たちがどんな風に映るのか試していきます。初めて夜会いに来ましたが、私たちのところへ来てくれるでしょうか。スマホと違い、カメラを安定して持てないようです。揺れすぎて見づらいですね。少しずつ上達すると思いますので、温かい目で見てください。昼間とはまるで違う様子ですね。昼間ならちーちゃんがすぐに顔を見せるのですが、夜は会えないかな。誰もいませんね。管理人さんの用意した器は空っぽですね。満腹になってどこかで寝てるのかな。あ、いた。めったに会えないクロちゃんです。昼間会ってもこのくらい警戒します。トラックの下にも誰かいますね。もしかしてももちゃん？肉眼ではほとんど見えませんが、ももちゃんだと思います。あ、バーバにちーちゃんが近づいてきました。寝てはいなかったようですね。暗闇でも猫の目には私たちが見えているので、逃げないでそばにいてくれます。それにしてもよく揺れるカメラですね。すみません。カメラのモニターを頼りに暗闇を歩きます。肉眼では足元が全く見えません。暗視カメラってすごいです。今光った目がどうやらミケちゃんのようですが、白黒だとまるで別猫ですね。この子もめったに会えないので警戒心マックスです。そっとしておきます。つまずかないように慎重に歩きます。
しーちゃんが待っていてくれました。他の子がこちらを見ていますね。じいじを見ても逃げないので、馴染みの子のようです。あんたももちゃんかな。ももちゃん、ももちゃんじゃないか。肉眼では光った目しか見えないのでももちゃんと思っています。ちいちゃん、ちいちゃんは暗闇でも分かりやすいですね。富士ちゃんか。モニターを見て富士ちゃんだと分かりました。リラックスしてますね。ちいちゃんは夜も活発に動きますね。ちいちゃんどこ案内してくれるの？真っ暗なのによく見えてるんですね。これ見えない。見えない。もうね、ちいちゃんがわかるだけ。夜中に爆音を立てて走っていく。今回の深夜ロケは反省することばかりです。じいじの年齢のせいかもしれませんが、カメラを安定させる技術を磨かなければね。それと外部マイクもあった方が良いですね。自分たちの話し声なのに何言ってるのかほとんどわからなかった。次回は LED ライトで夜間ロケをしてみますので、必ず見に来てくださいね。